話なんですけれども、はい、まあ、こうやってみんなでね、こうやって待ってたんですよ。パーカー着てね、カラーパー、そうでしょうね、はい、待ってたんですよ。なんか後ろからね、肩トントンされたから、トントンバーって見たんですよ、僕。あーって言った、かっこよくバーって見た。そんな人いないからまあまあ、それでね、まあまあ、はい、その方がちょっと機嫌よくね、なんか写真撮ってくださいなんてこう言うてくるから、あ、これ一緒に撮るんや、もうカメラ撮って、こうやって一緒に撮ろうとした瞬間に、ちょっと関西の方だったんですよ。あ、まあ、あんた何言うてはるの、 あんたと撮るんちゃうねんセンター街は背景にして、私たちここ撮ってるのだけですって言われて、そんなことすいません言うてる。俺も気まずなって、その時まだメンバーにバレてなかったんですよ。そうですよ。だから俺もささっと早くこう写真撮って、あ、この時か。そう、で、初めの時ですね、あの、シュンがいつも、そう一人でポカンとどっか行っちゃうんですけど、またこういなくて、こう、信号を渡り切ったところに、ジュンの悲しい後ろ姿がこう映って、ジュン、何やって食べてたら、写真撮ってて頼まれる。そうそう、なんかそれがね、すごく恥ずかしかったっていうかね、なんかその方に、申し訳ありませんでした。多分あんまり写真もいい出来にはなってないんだよね。多分ね、ちょっと引きつった感じになったんですよね。いい経験じゃん。いい経験じゃないでしたけどね。勉強になるからね。